はい、皆さんこんにちは。ネクストフィットケントです。今日もよろしくお願いします。今日なんですけど、僕が最近参加したマーケティングのセミナーで聞いた話でちょっと面白いなというかシェアしたいと思ったお話があるので、そちらを話させていただこうと思います。よろしくお願いします。どういう内容かっていう話なんですけど、10年後、今自分がしてる仕事があるのかそれともないのかっていう話です。最近割とこうニュースとかでもやってて、ロボットだ AI だってなってきて、どんどん盛り上がってきて、でそれに仕事が取られてしまうんではないかって思われてる方もたくさんいると思いますし、実際に仕事が取られてる現状もあります。で僕が聞いた話で説明させてもらうと、 Google の元 CEO のラリー・ペイジさんっていう方がいらっしゃるんですけど、その人があと10年でなくなる仕事っていうのを発表しています。その内容をざっくり説明していきます。銀行の融資担当者、スポーツの審判、不動産ブローカー、レストランの案内係、保険の審査担当者、電話オペレーター、電話販売員、給与福利厚生担当者、レジ係、ネイリスト、パラリーガル弁護士助手、ホテルの受付係、データ入力作業員、苦情の処理係、簿記会計監査の事務員、カメラ撮影機器の修理工、金融機関のクレジットアナリスト、建設機器オペレーター、塗装工、壁張り職人などなど、まだあるんですけど、これらが主に10年後なくなるであろうとされている仕事です。で理由は最先端のテクノロジーによって AI が生み出されていると。でそれによって人間よりも効率的でかつコストも低いAI が仕事した方がその企業にとってメリットが多いから、人よりロボットはミスが少ないのと、人に毎回払う人件費よりもロボットの管理費が低かったら、当たり前ですがロボットを使います。で皆さんがやってる今やられてる仕事がこれに当てはまるかどうかっていうのがまず一つと、あとはこれに当てはまらなかったとしても将来10年後、20年後、その仕事が果たして本当にあるのかっていうことを想像して、今の仕事を行うなり、今から学生の方は、これから仕事を選ぼうとされている方は、ぜひ考えていただきたいなと思います。で、今言った中で、主に分かりやすいのはレジ係とかだと思うんですけど、今もセルフレジって言って、お客さんが自分でこう、ね、買った買い物をピッピーってやって、で、お金払って出てくような、で、なんか管理してる人が一人だけ立っててみたいな、スーパー結構あるんですよね。で海外行くともうそれが当たり前になってます。もちろんベルトコンベヤーみたいに並べて、でそこでちゃんと人が友人でピッピピッピやってるレジももちろんあるんですけど、結構ヨーロッパの方とかアメリカの方ではもうセルフレジが当たり前になってます。で日本でももうすでにそれが実装されているところもたくさんありますし、これからもっとその波が拡大していくんではないかなというふうに思います。でパーソナルトレーナー、僕がやってるパーソナルトレーナーという仕事が果たしてどうなのかっていう、僕自身の考えなんですけど、これから日本のパーソナル事業って比較的今フィットネスのがちょっと流行ってるような流れで、若者に対するフィットネスってのが人気が出てると思うんですけど、これからそのお年寄りだったりちょっと高齢者向けのフィットネスっていう需要が日本では高くなってきます。そうなった時にロボットが決められた種目を顔色とかお客さんの表情を見ながら適切な角度まで、でこれはなし、これはありっていうのをその場で独自で判断していけるかっていうところには正直疑問があって、なので、介護士だとか、トレーナーとか看護する人っていうのは、当分はまだ人間がやる仕事なのかなというか、人間がやる必要があるのかなというふうに思ってます。なのでトレーナーとしての需要はまだまだあるのではないかなと、あるのではないかなというふうには考えてます。ただ今トレーナーを目指している若者がどんどん増えてきていて、で前にも言ったんですが、そのトレーナーの数がトレーナーを求める数を超えてしまうと、需要を供給量が超えてしまった時に価格破壊が起きてしまう。今例えば1時間6000円とか8000円でやられている方が、やられているサービスがあるとして、お客様はやっぱコスト的に安い方がいいので、4000円のトレーナーがいれば4000円の方に行くし、3000円のトレーナーがいれば3000円のトレーナーに行く人もいます。もちろんこのトレーナーだから1万でも
まあ、6000円でもお願いしたいっていう人もいると思いますけどね。ってなった時にコストを下げないのであれば、まあ、割と何か差別化ができるスキルだったりコミュニケーション能力、まあ、それか何かしらのこう、人との違いを持つ必要があるのかなというふうに思います。ただ言われたことだけをやってお客さんにこう求められることだけを解決するようなトレーナーっていうのはこれから価値がどんどん下がってくるんじゃないかなっていうのが僕の考えです。まあ、あくまで、僕の推測なので、まあ、人がどう考えるかっていうのは人それぞれだと思います。ただ近い将来起こりうる問題ではあると思うので、ぜひ考えていただけたらなというふうに思ってます。まあ、今日はこれぐらい短くまとめていきます。最後までお付き合いいただきありがとうございました。もし動画参考になったりいいなと思ったらグッドボタン、それからチャンネル登録をお願いします。インスタグラム、オフィシャルウェブなどソーシャルメディアやってますので、エンドロール概要欄からチェックお願いします。それでまた次の動画でお会いしましょう。How come I'm looking straight at me? The look on your face, what does it mean? Giving you a taxi, flabby master backseat turns in so classy. I always remember, time round November. Never be efforts, but you took the ladder. Sure, still playing the right game, then I was lame. All of the sudden.